野沢菜は、アブラナカアブラナ族の二年生植物。長野県下高海群野沢温泉村を中心とした、新越地方で栽培されてきた野菜で、特産の野沢菜漬けの材料とされる。第二次世界大戦後は、北海道から熊本まで全国的に栽培されるようになった。別名、新州菜。茎と葉の竹は50から90センチメートルにもなる。 収穫しないで越冬すると、春には、塔が立って、黄色い菜の花が咲く。一般に、株の品種とされているが、これは1756年、野沢温泉村の県、命寺の,の住職が京都に留学した際、大阪市天王寺で栽培されている、天王寺株の種子を持ち帰り、その子孫が、野沢菜となったとの言い伝えによる。しかし、種子表皮細胞他に対する、 遺伝的研究から、これは否定されている。日本の株は、西日本で主流のアジア系と、東日本の山間地に多く体寒性に優れるヨーロッパ系に大別されるが、野沢菜は天王寺株のようなアジア系ではなく、ヨーロッパ系の特徴が強く、福島県に近現種が確認されている。現在は株に由来する別の変種と考えられ、近隣で栽培されている。 伝統野菜の漬け菜や紫株はいずれも禁煙とみられる。野沢温泉村では株ナと呼んでいたが、大正時代に開設されたスキー場を訪れた都会のスキー客が株ナの漬物に感激して野沢菜漬けと相性をつけ、それが全国的になって野沢菜、野沢菜漬けという呼び名が定着した。明太子と野沢菜ご飯野沢菜の利用法としては、 葉と茎を漬物にした野沢菜漬けが有名だが、その他の利用法もある。幸いは、9月に発種しまびきを繰り返すが、まびいた苗は、おひたしやあ漬けとして食される。成長した地上部は10月から12月にかけて収穫され、主要とである野沢菜漬けとなる。残された根からは、翌春の雪下後に、芽が伸びるので、これを収穫し野菜として利用されるほか、 新たに種をまいて春が、うぐい砂を育て浅漬けとして利用する。地上部はさらに成長して5月に開花し、6月に種子の採取が行われる。おな洗いをするおがま畑で根を切り落としてから、共同浴場でおな洗いした後、大きな木の桶で漬ける。その他家庭ごとの味付けがされる。乳酸発酵が進み飴色に変色した本漬けと、緑色のままの浅漬けがある。 寒冷な環境で製造、保存されるため、発酵はあまり進まず、匂いは少なめであっさりした味わいなのが特徴。常温で放置しておくと急激に軟化して、歯触りが変化し酸味が増すため、保管には低温を維持する必要がある。茶受けや酒の魚として、広く好まれる。またそのまま食べる以外にも、炒め物やチャーハンに用いたり、細かく刻んで納豆に薬味として、 混ぜるなど、広範囲に応用される。おにぎりや、お焼きの具材としても人気が高い。酸味が強くなったものは、醤油、砂糖、湯で炒めて、佃煮風にして食べることもある。長野県の北新地域では、野沢菜を、おなあるいは、なっぱ野沢菜漬けを、お洋漬けと呼んでいる。昭和40年代までは、農家の自家用栽培が大部分で、一部がやおやを、通して、 日農家に販売されるに過ぎなかった。昭和40年代以降の観光ブームとともに消費が増え、お土産用に工場で大量生産されるようになると、夏には新越産が使われ、冬には主に徳島県産が、また春や秋では山梨県産や関東産が使用されている。なお、長野県は野沢名付けを1983年に、 洗濯向け民族文化財、シナノの味の文化財に指定した。野沢温泉では、朝畑と呼ばれる、明治時代まで大麻を栽培していた高知の後作に、野沢菜が栽培されてきた。野沢温泉、ケニーの知事の屋敷畑で、テラッシュと呼ばれる野沢菜の原種が作られ、カブラな原種として、種一号、米一升という高値で販売されていた。 野沢温泉の当時客が土産に、かぶらなの種子を買い求めていったことから、野沢温泉の当時客権と野沢なの栽培権はほぼ一致していた。菜の花畑に入り日薄れと始まる、おぼろ月夜は、長野県長江村に生まれた高野達之が作詞した。長野県の北新地方一帯では、江戸時代から、菜種が主要な監金作物として栽培されており、一面に広がる、 ナタネのノハ花の記憶が死のモチーフになったと想定される。ナタネ油の需要が減って、ナタネが栽培されなくなるとノハ花は見られなくなったが、近年は観光用に栽培された野沢ノハ花が人気を呼んでいる。ヨーロッパのノハ花にターニップトップスと呼ばれる野菜があり、イタリアではシーマディラパと呼ぶ。分類上株ではないが、根が 株のように肥大するが食用とされない点で、野沢菜と似ている。ありがとうございます。